2. ではどんな試合になるんでしょうか。先行は鈴木みくるプロ5レグマッチ、先に3勝した方が勝利です。 Thank you. Ladies and gentlemen, 5 leg match. First leg, game on.74。いや、鈴木みくるプロの、まあ、先ほど赤松さんが話をおっしゃられてましたけど、海外の大会で、はい、まあ、優勝した時の、うん、まあ、全員がラスボスだったということだったんですけども、うんうん、ジャパンレディースもそんな感じになってくると、まあ、どん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 選手のレベルが上がっていって、うん、そうなるとまた面白いですね。そうですね。67。会場のお客さんも脱を飲んで見守っています。ここでハットトリック、今のやっぱハットトリック返して、はい、後ろにくっついておかないと、やっぱりただでさえね、やっぱ鈴木選手すごく入れてくる、楽に投げさせるともっと入りますからね。ここでぜひフィニッシュ圏内、そうですね、はい、鈴木選手がフィニッシュ圏内まで来てないんで、ここはぜひ決めました。岩田プロが次134フィニッシュすればということですね、はい、1レグ目からブレイクということで大崎よし、これはもういい点数にして相手がミスしてくれるのを待つだけですよね。151 You require 134。あ、でもこれブルブル17ダブルで来るんじゃないですかね。ブルですよね。そして17ダブルですね。うん、決めた。ブレイク、ブレイクスタートになりました。1レグ初めて取られた、ね、今日は今日1日を通して初めてレグを取られました、はい、まあ岩田プロは過去にも鈴木みくるプロと決勝直接対決で勝、ね、はい、っていますので、初優勝した時が鈴木みくる選手ゲイマー倒してっていうことですね。ワンマー、ああ、もったいないですね。でもこれ鈴木選手はこれね、やっぱブレイクバックのチャンスなんで、はい、まあ、最低5本は入れたいと思ってるでしょうね。ワンマー、これはいかんですよ。お付き合いしてしまいましたね。岩田選手は振り出しに戻って反転攻ということですね。チャンスの神様が来てますよね。3マークス。1本目は良かったんですが、2本目、3本目とどうして決まったのか、狙いすぎてしまったんでしょうか。19を狙っていきます。5マーク。ここで5マーク。いや、まあ、その、ね、ちょっとぐらいこう鈴木選手がちょっと入ってないなみたいな時でもすぐ修正してくる感じってありますよね。なんかそういうのが強さでもあるかなと思うんですよね、はい、やっぱ一回崩れてしまうとなかなか戻ってこない選手もね、割と多いんですけどね。鈴木選手はやっぱ本数1本2本の間の単位で修正できてるんじゃないかなっていう気がしますね。ラウンドとかではなく
レグとかでもなくですよ。そんな気もしますね。岩田プロはここで点数稼いでおきたい。クローズされていない20。そうですね。どれだけ加点してくるか。これが19をクローズしたい。もう1本いきますね。ここですが。5マーク。ここは5マーク。ここはもう徹底的に20と19で打ち合うつもりじゃないですかね。でチャンスが来た時にクローズを狙うと。はい、ここでしっかりオーバーしてきました。まあ鈴木選手20はワンマーク入ってますからね。19か1本で点数を上回れるとシングル2本で20をクローズされてしまうので57点以上の点差欲しいところですね。6マークでオーバー。さっきも20投げた時も19投げてる時もそうなんですけど、やっぱちょっと若干ダーツがね、鈴木選手のダーツが左に寄ってる感じがするんですけど、はい、だんだん真ん中に寄ってきてますからね。修正をしてきて。そうですね、まあ、で1本左に外れてもそれをこう修正をカバーできるトリプルパンと入ったりとかっていうのはやっぱまだできてますからね、鈴木選手の方が。いきます。だんだん真ん中に寄ってきてる。素晴らしい。18トリプルをたくさん入れないと。3マー。クローズ。トリプル17、トリプル16。セブンマー。欲しいところの1本のトリプルっていうのってやっぱ難しいんですよね。やっぱこれも岩田選手1本目がトリプル入れば乗ってもう1本もう1本っていけるんですけど、ちょっと負けてる状況で7本以上欲しいとか9本欲しいとかっていう1本目がトリプル外れるとやっぱちょっと精神的にこうなえちゃうじゃないんですけ ど, なるほど、そういうのがやっぱあるんですよ。ここはクローズ、そして15マー、トリプルできっちりさえ。15のクローズもそうですけどね、パッっていう1本のトリプルっていうのがやっぱ流れを大きく変えたり勝敗をやっぱ分けたりするんで。プロはなんかこうクリケットするシーンが多いですね。そうですよね。このクリケットで言えば岩田選手が18に投げた時の1本目がトリプルに入らなかったからだと思います。それは、はい、ここが18のトリプルに1本目入ってたら、はい、もうちょっともつれてたんだろうかな。これで、1対1ブレイクバックということになりまして、振り出しに戻ります。そして3レグ目スタンダードクリケットはオフィシブルクロス先行。3レグゲームオン。7マー、戻ってきた感じしますね。簡単に投げてますね。やっぱ20のトリプルは結構自信持って投げてますよね、さすが。なんかセドマー、セドマーナイスですね。まずからいく。3本使って、あ、いいと思いますよ。ここです。ここ18トリプルか17トリプルでもいいんで、1本目にトリプルが入るかどうかが大きいです。18を狙っていく。5マー、ナイストライです。
点上回っています。ここでオーバー18いきますね。20に戻る、うん、ボーマーその意地にならないですね鈴木選手はね、ちゃんと勝ちに行くっていう、そうですね、そのこだわり、変にこだわらないというか、2本目が18ポンと当てたらもう何も考えず20に戻るっていう、あそこでなんかいもう意地になってもう1本18クロストライみたいなことはしないですよっていう。ナイスカバーですね。18と20での打ち合いが続いていますが、はい、まあ、1本目が欲しいんですよ。トリプル1本目トリプル入るときましたね。ほら1本目が入ると20クロス来るんですよ。感覚的なものということなんだこと、この岩田選手のこうリズムとか投げ方とかを見てると、やっぱ1本目に入る入らないでやっぱこうリズムが変わってくるんですよね。乗っていけるという、割とテンポとかリズムで投げてる感じだと思ってるんですよ。だから1本目が入ってくるとどんどんリズムが合ってきたりテンポが良くなってきたりとかっていうのはあると思うんですけど、1本目が入らないと迷うんですよね。これは17番クローズからいきます。3マークス今現状同点ですが、クローズから行きました、はい、これは加点しなくてもよかったんでしょうか。ああもう相手に点数取らせる場所を与えない方がいいと思いますね。そっちの方が近いと思いますね、はいはい、まあ結果論なんでどっちでも本当はいいんですけど、はいはい、ここはどうするか。これ16いくんじゃないですか。なんでクローズ18いきますね。18いきますね。あー決めてきた。これはブレイク合戦になってます、ね、そうですねこれはこれで見応えがあって面白いですね。ただまだ鈴木選手も全然7マーク点数の差はわずかですが、です、ね、ここ1本目6点差トリプルに入ってくると気持ちよく15もクローズに行けるのかと、ね、もうむしろ15から行ってもいいかもしれないぐらいですよね。迷いますからね。5マークトリプル2本でオーバー。これは素晴らしい7マーク。トリプル1本で岩田プロはオーバー。そうですね、シングル2本では足りないですよね。18のシングル2本では足りないですよね、はい、36点なんで3点足りない。そうですね、これはすごいまずいですね。うわー、最後しっかりカバーしました。ただトリプル1本で今度は鈴木ミクルプロがオーバーという。そうですね、ただやっぱ鈴木選手といえどもこう意識して狙った本数だというのは難しいと言おうと思ったんですけど、簡単そうにやってますよね確かにそうですねナイスですよ、もう素晴らしいです、はい、もうブルしかないですね。2マークス。ここは決めてきました。ゲームシャー先行キープしまして2対1。キープでしたね。素晴らしい勝負どころで入れてますからね。そうですね、次はここまで岩田がトリプルを先行、はい、ここは最終レグまで持っていくためのキップは必須と。ゲイマン。そうですね、いうことになります。でもまあブルーはなんか合ってるとか調子良さそうですね。
こう刺さった時のダンスの挙動が安定してますよね。あとタリックスタート綺麗に勢いよく飛んでんだろうなと思いますよね。鈴木選手はこう刺さった後にポヨヨンってなるんですよ。ポヨヨンしっかり今日、まあ、上からこう刺さってる感じが分かると思うんですけど、はい、岩田選手のはもう刺さった後ほとんど揺れないですからね。ああ揺れた揺れてる66揺れてる。さっきまで揺れてなかったんだけどさ。そうですね、ちょっとダーツのスピード落ちました。なんか聞こえてんのかなこれ。いや大丈夫大丈夫ですね、はい。ハットでフィニッシュ圏内135。はい。ハットトリック。先にフィニッシュを狙います。続いて鈴木選手ですからね。これでもこれハットトリックで95なんですけど、やっぱりこれ、まあ、ブルー15トリプル、岩田選手は15トリプルからじゃないですかね。15トリプルで、あそっちから行くんだ。15トリプル。85。15トリプル。あ、そっちから行くんだ。20か。20トリプル。ウィナー、鈴木みくる。ウィナソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ7宮城ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。おめでとうございます。それでは優勝されました鈴木みくるプロに一言いただきたいと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の決勝戦いかがでしたでしょうか。でも良くなくて今日1日通しても良くなかったんですけれども、それでも粘れて勝てたかなと思います。見事もう今シーズンは、まあ、1回だけ、まあ、出た大会1回だけはちょっと優勝できなかったですけども、それ以外全て優勝ということで、あと残すところ一戦ですね。そうですね、今日で年間ランキング1位は確定かなと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、最終戦に向けての意気込みを最後に一言いただきたいのと、あと応援してくださった方々に向けて一言メッセージをお願いしたいと思います。最終戦岡山であるんですけれども、そちらもきっちり最後優勝したいですし、また次の年度のステージ1につなげたいと思うのでしっかり頑張りたいと思います。今日一日遅くまで残っていただいてありがとうございました。おめでとうございます。ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。大きな拍手をお送りください。